は住谷選手にお話を伺いたいと思います、はい、よろしくお願いします。お願いします。関東地区選手権、はい、意気込みいかがですか？まあ仲のいい選手がいっぱいいるんで、うん、楽しくやろうと思います、はい、そうですよね。関東地区の皆さんが集まっていますよね、はい、多摩川との水面の相性いかがですか？多摩川大好きです。はい、いいと思います。嬉しいです、はい、冬の多摩川のイメージはどうですか？特に夏も冬もここは水面が荒れることなく、うん、はい、いい水面でできているんで、はいはい、いいイメージしかないですね。ありがとうございます、はい、先ほどね、はい、こう全県で入られる時にあの皆さんと楽しくスタッフさんともね仲良く話されてる感じがすごくお見受けできました。仲良く、うん、仲良く、あ、そんなことも振る舞ってるだけで、別にそんなことはないです。どうでもいいです。すごいもう気さくにお話をしていただいてありがとうございます、はい、このどうしてもしていただけないでしょうかね、このどちゃんこ。どちゃんこだけは、どちゃんこだけは丁重にお断りします。あ、本当ですか。じゃあ、はい、まあ、その前にファンの皆様へ、ね、メッセージをいただけましたら嬉しいです、はい、はい、はい、頑張りますので応援よろしくお願いします。じゃ指勝手に L 字になったりしますか？なんないと思うよ。あ、なりましたね。あ、いい感じです。これが上、上、あ、なってます。いい L ですね。なってる。で、はい、どってどうですか？どって言いますか？どど、どあとちゃんこって つけていただけば、あ、いけますね。いきますよ。どちゃんこいただきました。ありがとうございます。バカじゃねえの。住谷健吾選手でした。ありがとうございました。それでは福島選手にインタビューしたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。おはようございます。おはようございます。関東地区選手権ということですが、意気込みいかがですか？まあ、あの休み前なんでリラックスして、はい、はい、いきます。あと冬の多摩川イメージはどうですか？まあ、多摩川好きなんで、うん、まあ、冬も夏も変わらず、はい、ありがとうございます。寒い中ですが、もうそろそろ春も近づいてきていますが、花粉症などいかがですか？まあ、あの軽い花粉症ではあるんですけど大丈夫です、はい、今節は大丈夫そうですか、はい、ありがとうございます。さあ、それでは最後にファンの皆様に一言よろしくお願いします。はい、いつも通りマイペースで頑張ります。応援よろしくお願いします。ありがとうございます。それでは最後に多摩川どちゃんこという言葉を流行らせたくてですね、はい、福島選手にも言っていただきたいんですが、どちゃんこ、はい、ありがとうございます。どちゃんこいただきました。福島選手でした。ありがとうございます。お忙しい中ありがとうございました、はい、さあ、それでは栗木選手にお話を伺いたいと思います、はい、おはようございます、はい、ございます。関東地区選手権意気込みいかがですか？はい、最近勝ててないので今節は勝ちたいと思っています。楽しみにしています。はい、多摩川水面との相性ってどうですか？練習とかはたくさんしてるんで、まあ、相性はいい感じはしないですけど、でも頑張りたいです、はい、頑張ってください、はい、全県の前日ですけれども、やっぱりこう食べるものって気にされるんですか？少しだけ気になります。今日は何を召し上がられましたか？はい、今日もパン食べました。パン好きですね。ちょっとパンあんまり体に良くないので、はい、あ、そうなんですか。小麦がちょっと良くないものを食べたくなります。体を汚したくなる。全県の前の日とかは、はい、やっぱり城に入った期間は体にいいものを、そうですね、食事を皆様とね一緒ですもんね、はい、取ります。はい、パンは食べますか今節も？いや、パンを食べないって決めたんでパン食べました。あ、全県まで休みで、はい、休みの間にパンを食べきったということで、はい、そうです。じゃあ一節間、はい、あのご飯などになると思いますか？そうですね、はい、我慢してください。はい、頑張ります。はい、それでは最後にファンの皆様にメッセージよろしくお願いします。はい、はい、と一節間、優勝できるように頑張ります。楽しみに待っています。どちゃんこありがとうございます。栗木選手でした。ありがとうございます。お忙しい中ありがとうございました。ありがとうございます。はい、それでは飯島選手にお話を伺いたいと思います。おはようございます。おはようございます。関東地区選手権ですが、意気込みお聞かせいただけますか？ああ、そうですね、はい、いそいそ頑張りたいです、はい、頑張ってください。ありがとうございます。多摩川の水面との相性っていかが感じですか？まあ、普通ですね、はい、ありがとうございます。今日は全県日ということですが、城にこう自分でこう自ら買って持ち込むものっていつもあるんですか？あ、R1 とかヨーグルト。あ、腸活されてるんですか？あ、そうですね。もしかして花粉症ですか？はい、あ、花粉症です。もう2月ぐらいから花粉来てますか？はい、あ、もうちょっと薬とか飲まないとやばいです。ちゃんと対策もされて、そして花粉症対策の腸活もされて。あ、そうですね。 R1 は城でも購入できたりするんですか？あ、できるとことできないとこあるんで。玉川どうですかね？はい、あ、わかんないですけど、玉川欲しいですね。 R1 入れてくださいっていう。あ、でも毎回持ってくるんで。あ、はい、ご自身で購入されて、はい、秘訣は R1、 1日1本。はい、そうです。
はい、いいですね、ありがとうございます、はい、それでは最後にファンの皆様へメッセージをお願いいたします。いそいそ頑張ります、応援よろしくお願いします。ありがとうございます。それでは最後に玉川のポーズがあります、 L 字に指をしていただいてドちゃんことお願いします。せーの、ドちゃんこ。ありがとうございます、飯島選手でした、はい、ありがとうございました。